おお、腹筋が痛気持ちいい。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、寝たままで足踏みするだけの腹筋を紹介していきます。普通の腹筋って起き上がりすぎるとお腹に効かない、起き上がろうとすると腰が痛い、体を起こすと首が痛い、なのになかなか腹筋に効かない。今回はめちゃくちゃ簡単なのにお腹の奥を効かすことができます。お腹をへこませるためって腹筋運動をイメージすると思いますが、実は腹筋運動ってお腹の表面の腹直筋を使ってしまってお腹をへこませる作用はないんですね。お腹をへこませるために大切なのは腹筋の奥、ゆっくりお腹の奥を使う、長く使う、息が止まらないぐらいの負荷、これが大切なんです。これがミックスされた腹筋メニューになってますんで、お腹へっこませたいよって方はですね、ちゃんとメジャーを使って測ってみてください。引っ込んでるかどうかもわからない、やってる意味が正しいのかもわかんない、継続する理由が作れない、そうなってきますんで、ちゃんとこういったメジャーで自分の努力を明確にしていって継続する意欲を沸かしてください。それでは一緒にやっていきましょう。はい、まず寝たままでですね、手を下ろします。肘つきます。体を起こします。お尻を上げます。この状態で足踏みするだけ。これだけです。お尻がつくとお腹の力で抜けちゃうんで、必ずお尻を上げて、お尻を締めて、そうすると上体を今起こしているので腰が床につくと思います。腰が床についてると腹筋に効きやすいんで、この状態を作ってゆっくり足を交互に動かします。もし首疲れる人は頭持っててもいいです。お尻が下がらないように、お尻上げたままで必ず動かしてください。1分いきましょう。それではいきます、スタート。お尻をねしっかり持ち上げる。もしね上体を起こすの辛いよって人はちょっと肘をね開いて体を起こしてください。こういう感じ。もし上体を起こすのね自分の力でいけるよって方は脇締めて肘ついてください。そうすると効きます。そう言ってるうちにねお腹の奥がね熱くなってきてませんか。お尻下がっちゃダメですよ。お尻上げてこれでゆっくり、だんだん首がね疲れてくるんで頭持っていいですからね。ただ頭を持つと自分で体をね起こさないといけないんで、ちょっと逆に辛いかも。肘でね起きるのがいいかも。どうですか、じんわりお腹が熱くないですか。呼吸をねリラックス。はい、 OK。 あー、これがね腹筋のね奥を使った感覚です。1分動かすってすごいですよね。普通の腹筋って数十秒で疲れるじゃないですか。これ1分間使ってるんですっごいねお腹の奥がねちゃんと効いてます。今度は寝たままです。寝たままお尻を上げて足を動かします。ちょっと楽になります。いきましょう、スタート。お尻をね上げるんだけど、これもちょっとね腰をねこう丸めとく感じです。とにかくこうやってお尻上げて動かすんじゃなくって、腰を丸めた状態で足を動かす、こういう感じです。お腹をねちょっと引っ込めると腰が丸くなるんで、これでゆっくりですね。よっしゃ、残りはですね足を伸ばしましょう。こういう動き、腰をしっかり丸めて、さっきよりねちょっと楽だと思いますが大丈夫です、効いてます。少しです。はい、 OK。 これで最後初めの種目に戻ります。肘ついて起こして動きましょう。ラストいきます、スタート。お尻をね上げてね、頑張って。もしね首疲れたらたまにね寝っ転がってもいいです。無理するとね継続できませんから、いける人はね起きて、起きるの難しいって方はね肘ちょっと開いて体を起こしてゆっくりね、ちゃんと腰がついた状態、お尻が上がった状態、
腹筋疲れるとね、お尻下がっちゃうんで、ちゃんとお尻をしっかり、とにかくお尻を上げていく。お尻をね、つかないように上げとく。お尻上げて腰つける。呼吸はリラックスです。よーし、あと少し。はい、 OK。 よっしゃ。あー、ちょっとね、お腹揉んでください。お疲れ様でした。今回ね、3分も腹筋運動を行いました。すごいことです。普通の腹筋ってね、ほんと10回とか20回で疲れるじゃないですか。それってほんと腹筋の表面ばっかり使ってしまって、お腹を抑える力がつかないので、こういったね、軽い負荷、長い時間、多い回数、ゆっくり動くってことが大切になってきます。メジャーある方はね、やる前とやった後測ってみてください。やった後ってお腹がちょっとね、キュッと引き締まった感じがね、あると思います。これを続けて行うことで、毎日お腹がちょっと引き締まった感じをキープできますんで、そうなると体幹が目についてお腹の奥に意識がいってますんで、お腹をへこませる筋肉がね、身についてきてる証拠です。脂肪が減らなくてもお腹は実際姿勢でへこむんです。ズボラな肩、寝たままこの腹筋運動を続けてやってみてください。頑張ったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。